いやー、エスパルスのプレッシャー早いですね。伊藤、日本代表の伊藤にサンパイオです。長井へ、長井がボールを持つとマークが厳しくなります。佐藤、山口、鳩が前にいます。抜ける鳩、プレッシャーをかける山口です。伊藤、この伊藤もオリンピックの後少しこの伸びが止まるのかと思いましたが、その後また木村さん自信つけてるんじゃないですか。そうですね、本当にあの運動量もいいですし、後ろからの上がりっていうのは相手にとって脅威ですよね。長い、みんな3敗よ、カビーニョと2人で寄ってきます。少しフルゲルスの方も持てるようになってきました。フルゲルスのフリーキックです。さあ三浦がポイントに行きましたが、こういうセットプレーで流れをつかみたいですね。フルゲルスはキッカー、この三浦選手にいいですからね。少し日差しが眩しいはずのゴールキーパー、真田、しっかり帽子を用意しています。蹴るのは三浦です。ファビーニョ、サントス、沢登り、安藤が上がってくる、真ん中にはファビーニョ、山口戻っていました。山口の場合にはセットプレーの後にミドルシュートを狙うポジションにいますので、戻るときには比較的早く戻れるポジションです。カモさん、まだ精神的に押し込まれてますか、フリューゲルスは。いや、もう落ち着いてると思いますけどね。ただ、山口サンパイオのとこがまだ抑え込まれてるんで、なかなか本来のリズムは、作れないですね。この2人がうまく機能しないと、このチームは難しいですから。まあ、一方のエスパルスの方はサントスをどうするかということもフリューゲルスも計算の中にはあろうかと思います。5番のサントスからボールが左右に振られて、そこから次のいいパスの展開につながることがあります。ですから、中盤でボールをさばく仕事をやる。あ、安藤に抜けた。さあ逆サイドに2人走り込んでくる。チャンスになる。ボールは打てませんでした。一旦下げます。伊藤、中に4人待っているがディフェンスも返っています。ファビーニョ、伊藤、安藤、右足を振った、前に出てきた。キーパーはいい判断でした。楢崎足を痛めました。オフサイドはありませんでした。楢崎ポジションに戻ります。様子を見ている岡田レフリー、プレーは続けます。さあ一旦切るのか。いや、プレーを止めません。安藤、楢崎のそばには葉
様子を見るトレーナーがラインの外で待っていますが、プレーは続行です。